次の日、ルビッチはアントニオたちに囲まれてしまいました。やい、ルビッチ。デニスが風で倒れたんだよ。ゴミ人間からもらったバイキンが原因じゃねえのかプペルはちゃんと体を洗っているよ。バイキンなんてないとんだ嘘をつきやがる。 昨日もあのゴミ人間は臭かったぞ。お前の家は親子揃って嘘つきだ。確かにプペルの体はいくら洗っても次の日には臭くなっていました。ルビッチには返す言葉がありません。なんでゴミ人間なんかと遊んでんだよ。空気を読めよ。 お前もこっちに来い